マーキス・ティーグはアメリカ合衆国インディアナ州インディアナポリス出身のバスケットボール選手。兄は NBA 選手のジェフ・ティーグ。インディアナ州のパイク高校時代に超高校生級のポイントガードとして注目され、2011年のマクダナルズ・オールアメリカンゲームにも出場したティーグは高校卒業後に名門ケンタッキー大学に進学。アンソニー・デイビス。 マイケル・キッド・ギル・クリスト、テレンス・ジョーンズらと共にプレーし、1年生ながら、スターターとして活躍し、2012年の NCWA トーナメントで優勝を経験。ティーグは、上記の3選手と共に2012年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明し、29位でシカゴ・ブルズから指名された。しかし、入団したブルズは、 デリック・ローズが左膝の重傷のためにシーズン全休したにもかかわらず、ティーグは出身機会のチャンスを活かすことができず、翌2013から2014シーズンも状況は変わらず、2014年1月21日にブルックリン・ネッツに放出。ネッツでも出場機会に恵まれず、2014から2015シーズン開幕前に、 フィラデルフィアセブンティー・シクサーズに放出され、解雇された。2014年11月1日、D リーグドラフトで、オクラホマシティ・サンダー参加のオクラホマシティ・ブルーから、指名を受け、D リーグで再出発。2015年11月3日、再びブルーに所属することが決まった。2018年3月24日、メンフィス・グリーズリーズと10日間契約を結んだ。 2018年4月3日、グリーンスリーズと正式契約を結んだ。ありがとうございます。